はい、お疲れ様です。 YouSHOPC です。 MacOS カタリナ 10.15 のですね、互換情報がですね、レコードボックスの方からも出ました。で、レコードボックスは MacOS カタリナの動作検証を終了し、問題なく動作することを確認しました。ただし、ミュージックアプリ旧 iTunes、 そう、このカタリナの何が問題かっていうと、 iTunes がなくなっちゃうんですよね。で、いわゆる一般的な DJ ソフトっていうのは、iTunes の XML ファイルを共有させてもらって、楽曲情報とか、そういうものを読み込んでいたので、iTunes がなくなっちゃって、おいおい、楽曲どっから情報を仕入れるみたいなこと。で、実際今それで、セラード DJ だったり、このレコードボックスだったりが、ちょっと曲が消えたとか読み込めなくなったっていうのがね、SNS にいくつか上がってました。で、結局ここにも書いてありますけど、手動で XML ファイルを出力する必要がありますと。この対策に関しては対応ができ次第お知らせいたします。まあ、この手動で XML ファイルっていうものが OS アップデートするとですね、ミュージックアプリの方でそういう作業ができて、おそらくそれをデスクトップなり、まあ、外付けハードディスクとかでもできるのかな、その辺はちょっとわかんないんですけど、 XML ファイルを出して読み込めばレコードボックスは使えますよと。まあ、ちょっとそういうことなんで、まあ、MacOS のアップデート今日やってみようと思います。はい、こんな感じでタイムマシンを使ってですね、この Mac そのものはバックアップした状態、それで OS アップデートしたいと思います。さすがにちょっと緊張しますね。まあでも MacOS カタリナになってやばかったらバックアップで戻します。いろいろと試してみます。お、なんか陸の孤島みたいなのが出てきましたけど、陸の孤島じゃないか、リアルに孤島か。これで OSX カタリナになりました。カタリナかな、わかんないですけど、まあそれになりました。この後ですね、いろいろ設定、もちろん DJ ソフトもそうなんですけど、仕事で使ってる Adobe とか Final Cut とか、まあもちろん Chrome、Dropbox、その辺もろもろ全部チェックしつつですね、DJ ソフトのところで XML ファイルとかもチェックしてみたいと思います。なんか早速 Final Cut Pro 動かしたら、ここがわけわかんない動きしてて謎です。なんじゃこりゃ。あ、止まった。あ、止まってないな。で、まずセラートからいきます。セラート立ち上げてみましょう。はい、ファイルにアクセスしようとしています。OK。なんかわかんないですけど、読み込めてますね。あれ？普通に追い込めるんですか、これは。どういうことだろう。まあちょっとバージョンは今 2.2 で、アップデートのチェック、最新版は DJ Pro 2.3.1 ということなので、 2.3.1 をプラットフォーム Mac ダウンロードしてみます。なんかセラーと普通に曲出ましたけどね、何なんですかね、これ。アップデート後にもう一回見てみます。はい、ダウンロードできたのでインストーラーの方に入っていきたいと思います。パスワード入れました。はい、インストールが完了。閉じる。はい、改めてセラートを立ち上げてみたいと思います。 2.3.1、 アップデートできたっぽいですね。デノン DJ プライム4対応などなど書いてあります。ローディングミュージックアップライブラリーと左下に表示されて、まあ、ちょっと今までよりは楽曲の読み込みに時間がかかってるような感じはするんですけど、XML ファイルとかをそういうの何も設定とかいじってないんですけど、まあ、OS が最新版、セラード DJ が最新版と、その状態なんですけど、これ待ってると曲が出てくるんですよね。はい。まあ、こんな感じでですね、例えば、ま、ハードフロアとか、再生します。普通になりますよね。
こっち再生してみます。クロスフェーダーも効いてる感じで、まあフィルターとかも効きますしね。うん、一応今はコントローラー挿してない状態ではあるんですけど、セラート DJ 楽曲は読み込めますね。 XML ファイルの設定とかは繰り返しになりますけど、特にしてない状態です。そしたらじゃあ次レコードボックスの方見てみます。iTunes ライブラリを読み込みますって普通に出ましたけどね、今。iTunes ないんですけどね。まあ、レコードボックスの方もですね、おそらくちょっとこう見てみると、音出します。出ますね。右もまあ左が出れば右も出ますけど。あんまり問題がない感じ。レコードボックスの方もですね、特に何もしてないんですけれども、楽曲は読み込めますね。これはどっちもソフトウェアが最新なので、一応暫定的に XML ファイル、今まで使ってた部分を読み込んでると、そんなようなことなんでしょうね、おそらく。なので、この先にミュージックとかで曲が増えてった場合に、そこが同期してこないんだろうな、という感じがします。で、曲を例えば20曲増やしたレコボとセラートに出てこない、なので XML ファイルを吐き出して改めて取り込み直すと、そんなようなことなんでしょうね、多分。まあでも特に本当にレコードボックスの方も何も設定はしてないんですよね。サンプラー、ミキサー、録音、オーディオ、オーディオの場所とかどっかありましたっけね、どこだっけね。なんかここに、レコードボックス XML とかよ。iTunes。現状使えますね。はい。ということでですね、とりあえず現状は、ここのフォルダを見てもらって、名前のところ、Music。で、この Music の中にですね、ここに iTunes がなくなったとはいえ、この iTunes フォルダが残ってるんですよね。で、この iTunes を開くとですね、アートワークとか iTunes メディアってあるんですけど、過去こうやって手に入れた楽曲がアルファベット順なりなんなりでめちゃくちゃいっぱい並んでると。で、この中にある曲自身はですね、なくなるわけじゃないので安心してくれと。で、なんか設定ここ必要になってくるんだろうなとか思ってたらですね、意外と今のところ最新 OS、 最新のセラート DJ、 最新のレコードボックスでは楽曲が読み込めたので、今後曲を追加していった時にここではない場所に曲を入れるのか、それとももうここに開き直って入れていくのかと。なんか俺の場合はですね、ちょっとまだわかんないですけど、ここのミュージックとかの中にも普通に iTunes の中にポンポン入れていくようにしようかなとか、ちょっと思ってみたりしています。まあ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 、ちょっとこの辺はですね、どんなもんかなとは思うんですけれども、また引き続きトラブルとかなんかあったら動画にしようと思います。ただ結論としてはですね、現状今日の時点、2019年11月の13日夜22時時点ではですね、セラートもレコードボックスも過去の分は完全に普通に読み込めましたと。この後曲を追加してどう管理していくかっていうので、また何かいいアイデアがあれば動画にします。じゃあ今回はご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様でした。